スシローさんにお邪魔してます。あおい、そのサンタのコスプレしてきて、今年のクリスマスはカニでやった決定ということで、カニ奉行やせーの感覚。はい、どうもこちらであおいです。今日はなんとこちら、じゃじゃん、スシローさんにお邪魔してます。前はね、ラムさんにお邪魔して、その時は一人だったんですけど、今日はハルト君と一緒にスシローを食べていきたいと思います。はい、で今ね、3時以降だとトロとかが108円なんだって。大感謝祭、そうスシロー大感謝祭やってて、まあ葵のちょっと狙いはこれ、からしらことあんきもね大好き。渋いね。ということでね、くら寿司超えを目指していきたいと思います。何貫のくら寿司は40皿、はい、80貫。これ YouTuber っぽいね。 YouTuber っぽいね。ということで早速、もう私は早く食べたいので、はい、それではいただきます。いただきます。いただきます。一皿にまとめるっていう思いが。そうだね。考えをさなきゃ。これをホタテかな。いただきます。黒いお皿。高いですよ。うん。炙り。おいしい。ハルトくんさ、はい、1月バースで目標2000万だったみたいだけど、はい、どうだった？無事2000万いけました。すごい。去年1700万だったから、去年の自分を超えれました。すごい。ありがとうございます。もう本当にこう YouTube 見てきてくれてる子とか何人もいて、すごい助かった。え、先月、うん、え、マジっすか？登録してくれて、はい、その兼ね合いもあって無事2000万いけたから、YouTube で強かったです。ありがとうございます。あ、じゃあ YouTube をもし、じゃあハルト君が出ていなかったら、もしかしたら2000万いってないかってことですよね。あおちゃんもそこありがとうって言ってね、LINE 送ったよね。でもハルト君頑張ってるからだよね。いややっぱこう言うことによってさ、言霊じゃないけどさ、自分も奮い立たせるし、周りもさ、なんかこう感化されるというかさ、言霊って本当にあるよね。あのね、人をね動かすのってね、本当言葉だなっていうのを実感する。なんか先月2000万行きたいって話をしてて、それやっぱ自分の知らない子全員話したのね。2000万絶対来てって話をしてたら、女の子たちの方が俺より2000万を意識してくれて、あといくらであと2000万なので。あとこれぐらいかなって言われたから、じゃあ私これぐらい頑張るから、こっち頑張ってもらってみたいな。連携プレーすごい。すごい連携プレー。じゃあ1億売りたいって言ったら2倍3倍になる。じゃあもうちょっと年間1億になってます。なんで今月も1500万売らないといけないんで。え、逆に今月1500万売ったら1億いくんですか？1億いきます。年間1億いきます。今8500万ですか？今8500万です。すごっ。いや今ね、葵もその言霊がどうのって言ってくれたじゃん。だからこそ、こうやっぱ葵の今目標、超えれるか超えられないかっていうよりも、もう一段上ぐらいの目標を今ちょっと言ってもらいたい。来年1年の目標、これを、もう毎月叫んでいってほしい。それはね、絶対なんだよ。バーの売り上げも絶対150万以上超えない。15万人はいつまで？今のままでいったら15万どうやっていくんだろうとかたまに思うんだけど、でもいけない数字じゃないと思う。15万、50万の YouTube が15万。わかりました。動画で記録されたんで、まあね、来年頭もね、ずっと来年中にね。さすがです。一緒に頑張りましょう。ということでね、まずは目の前にある寿司をたらふく、食べてもらって。え、カニ食べたい。食べて。え、俺ね、食べ物の中で一番カニが好きなの。カニ好きなの？カニ大好き。カニ食べ放題ありますよ、新宿。カニ道楽じゃないの？カニ奉行。企画でちょっと考えてたのが、今年のクリスマスに配信する動画、はい、で去年がなんかそう、葵がコスプレしてなんか、はい、食ってたんですよ。なんでハルト君と一緒にカニ行きません？カニ奉行行きたい。奉行、カニ奉行行きましょう。やってるからコロナで。まあなんかご協力いつもしてくれてるしね。やった。カニ食べたい。で、あおいそのサンタのコスプレしてきて。カニ奉行で。そう。カニ奉行にサンタのコスプレかカニのコスプレ。今年のクリスマスはカニで。カニやった。決定ということで。カニ奉行や。なんかちょっと企画でちょっと考えてたのがお店出店。はい。ホストの出店を一から密着したいの。それをドキュメンタリー風で撮りたいなってずっと思ってて。全然決まってない。出してもらいたいんですよね、ハルト君に。もしハルト君についてくっていうホストが何人いたら出すと思います？20人ぐらいがいいかな。いや、わかんないですね。大きなもいいからいいですけどね。これぐらいの規模の大きさで何人集めてとかは計算したことないからまだわからないから何とも言えないです。20人でできるかどうかすらまだわかんない。そこまでまだ自分の中で落とし込めてないです。店出す時に対して。でも準備はしていかないとなってきっと出させてくれるだろうと思ってそんな感じなんで、ぜひね、ハングオーバーアルバー従業員大募集中なんで入ってください。僕から全面的に面倒見るし、今ちょうどキャンペーンやってて50万円バックキャンペーンってなってて、これ見てる子女の子多いと思うんですけれども、知り合いね、かっこいい子とかホスト興味ある子とかやってるって人がいてね、一石考えてる人いたらぜひハルト君に紹介してください。お願いします。お願いします。本当に僕は全面的に面倒見るんで紹介を女の子がしてくれて、売れたら俺もゲットマネーから今回100万円売り上げたらありがとうで5万円。紹介してくれた人に5万円あげるわ。じゃあすごい6万円売り上げたらね。で、紹介してくれたその新人のホスト君たちとかに密着とかもしてみたいなって思うのよ。ああ、いいですね。売れることができなくてやめてしまうこともあるかもしれないけど、それも全部まるまるお伝えしたくない？面白そうじゃない？面白そう。もしこの YouTube 見てくれてね、一緒に入るようになったら出れる可能性があるわけ。可能性がね、密着します、あおいが。ゆくゆくはお店出店の裏側も。すごい押すじゃん。すごい押すじゃん。出店してまだその息達してないけど俺。ちょっと甘いの食べていいかな。甘いの食べよう。甘いの食べたい。スシローって甘いの美味しいよね。なんか食べる？美味しいよ、結構。それでは食物タイムです。いただきます。僕は静かに守ってます。一回ね、別腹挟んでね、味変してね、一回ね。あ、どうしたの？食いすぎ？食いすぎ。お、これまだ食べてない。食べるか。あん肝とたらこしらこ。うん。よく食べました。はい。時間切れまで食い続ける女。45。45いった。やば。これ葵さんゾーン。やば。これが飲み物。飲み物。ハルト君。でマシ。これはいつも通りやですか。アイスコーヒー。すごいね。45皿だったら90貫のでしょ。これも食べてる。あ、そうよね。あとカニとかなんか茶碗蒸しもされてる。8貫盛り送ってるよね。100貫いってんじゃん。茶碗蒸し、リンゴジュース、あとデザート。デザートね。そう思うと飲み物めっちゃ飲む。すごいね。マジ100貫いってんじゃん。すごいわ。あおいちゃんと結婚した人は食費が大好き。食費がね。まあだけどそれを見て幸せになったら OK だね。スシローだからそんな行かないよ。うん、行かないな。ことで、はい、今日ははるとくんありがとうございました。今日もありがとうね。白いっぱい食べます。はい、ぜひみんなも食べに来てね。バイバイ。バイバイ。美味しかった。いくら？クーポンはなし。お支払い方法を選択してください。もう寿司屋には行きたくないです。私には300万円の売りかけがあるんですけど。売りかけっていうのはあれですよね。つけですよね。ただもう担当のお店自体がもう潰れていて、担当にも詰められている状態で。この場で了承してやったんだったら、まあ払っていかないといけないんじゃないのとは思うんですが。借用書ないんですよ。借用書がないイコール返さなくていいってわけではないからね。これからも返していくべきなのかな。でもあいつらも同じようなことで炎上してましたよね。借用書がない時点で法的な義務はないので。